小一ズキッチン。2月14日はバレンタインデー。チョコと一緒にバナナを使ったレシピを紹介するにゃ。僕たちから大好きなママさんに送る食べると幸せなレシピをご紹介にゃ。今回は僕もお手伝い。紹介するのはこちら、チョコバナナムースにゃ。ここでバナナのセルフケアワンポイント。バナナに含まれるトリプトファンは幸せホルモンのセロトニン、睡眠に必要なホルモンメラトニンの材料にもなっているのにゃ。それでは作り方をご紹介にゃ。材料はこちら、作り方はこちら。犬くんのこと優しく見守ってくれてありがとにゃ。たまにはゆっくりしてほしいので、このチョコバナナムースを送るにゃ。気持ちから元気になれるにゃ。きっと美味しくて幸せな気持ちになれるよ。概要欄にプレゼントが当たる素敵な情報があるにゃ。期限があるので急いでみるにゃ。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくにゃ。もっと詳しく知りたい人は概要欄のリンクをふみふみ。